ハニープープさんよろししくお願いいたします。アマチュアとプロでどんな違いがあるのか、えー、1年半前はあまりよく分からなかった。しかし、羽生選手の、えー、姿勢では勝った。アマチュア選手たちは勝つために、えー、技術と表現力を磨く。プロは最高の表現をするために、今まで競技で,で培ったフィギュアスケートを表現の手段として用いる。エリプレイのメガロバニア、一部のスケオタからは、えー、ジャンプを一本も入れてないプログラムなんてと言われたそうです,うですね。 しかしゲーム界隈からすぐさま、メガロバニラにジャンプは必要なし、スピン多種多様のプログラムにしたのは理由がある。アンダーテールファンは分かっている。この曲を表現するには、すべてのスピンのプログラムにする必要があったと。おぉ。 すごい面白いですね。羽生選手の会社が完璧と反論がありました。表現の先には、その道のファンや、極めた人たちがいて、しっかりと見てくれて、評価をしてくれるえ羽生選手には、のびのびと自分がやりたい道にを進んでいっ,っていただきたいと思う。うーん。というか、ガロバリアの時って、あの足の,あのスケートグッズでパンパンパンってやってましたよね。なんか、作品はね、僕は知らなかわかわからなかったんですが、すごいなんか、あの斬新な表現力で、 なんかジャンプは、あのな、なかったかなって思うんですが、なかったから、あの、なんか魅力が落ちたっていうのは全然感じなかったですね。うん。そこにも気づく、そこも気づかなかった僕は。うん。ジャンプやってるやってないっていうことにすら全然、あの、そこ全然気にしなかったんで、そういうふうに言ってるファンもいたんですね。うん、なるほど。逆にジャンプがないからこその、なんか、 逆にこう魅力の出し方がいいと思うんですよ、僕は。うん。皆さんどうもです。かぶくんおはようございます。羽生さんのちょっと早いクリスマスプレゼントは、アクアの旅路でした。昨年はクリスマス風の可愛い衣装で、ええサザンカでした。うん。今日ももしかしたらもう一本来そうな気がします。え今年一年羽生結弦で始まり、羽生結弦で終わるって感じです。今年は前半はアイスショーざんでしたね。ギフト乗ってステラーツ ノッテストラータ、そしてファンタジー、後半はたくさんのお仕事をして、一気に進め、アリーナツアーの発表、タマアリマン・イン・オン・レイ、そして九州や西日本の地域の方がずっと望んでいたサガアリーナでのえツアー発表、ライブビューイングに世界配信、生放送も決まりました。 うん。羽生さん自身については、とても大変なこともあり、私たちも辛かったですが、それを乗り越えようと、え今は来年のアイスショーのことだけてを考えていると思います。いやー、本当いろんなことがあったんですが、大変なこともあって、まあその大変なこと、まあね、あの、あの、あの件ですよね。あの件も、ちょっと忘れるくらい、あの、その次の、次から次へと来る情報がすごすぎて、ちょっと本当になんかもう、ジェットコースターってわけではないんだけど、なんか、 あのそのなんか、もう、塗りつぶしていくと言いますかね、すごい情報で、ねちょっと本当にもう、一つの情報にこう、固執してたら、なんか次いっちゃいますからね。ねすごいですよね、本当。うん。ね本当、来年もね、ね連投です。来年は早早に乗ってのチケット販売、横浜公園のチケット販売があり、新年早々大変です。うん。特に横浜公園は今までにない争奪戦になりそう。ゲーム会からの賛成も考えられます。 何にせよ、羽生譲ルは、今やいろんな分野の方から注目されていて、そして高く評価をされています。残念なことに、地獄のマスコミは、羽生譲ルを下げることばかり、本当の価値が分かっていない、分かっていても、それを叩く、本当に恥ずかしいです。でも、羽生譲ルは、そんなことにめげずにひたすら前を向いて走り続けています。うん。やっぱ嫉妬とかがあるのかなね、マスコミ自身のも嫉妬があるんでしょうかね。なんか、羽生選手のことあんま好きじゃない,ないのかな そういう感じなんですかね。だからこそ、か離婚とかそういったところにフォーカスするのかな。うん。嫉妬なのかな、やっぱりね。まあ、こう、なんか日本人離れしてるっていう人がいるかなのかな。うん。羽生くんにマスコミとか嫉妬してんじゃないかな。うん。ね、なんかそういうのが大きい気がしますよ。はい、何回もすいません。 今日はアクアの旅人ゴル,ゴルデアが一般公開されますと。21時からです。えー、皆さん素敵なクリスマスプレゼントで,プレゼントですね。もう毎日毎日、羽生さんざいまで嬉しいです。いや、すごいですね。ほんとクリスマスイブイブ。クリスマスイブ。ね。クリスマスの日もなんかあるんでしょうかね。うん。21時から、もう少しですよ。あ、てかもう始まっちゃいますね。うん。 なおなみ様、よろしくお願いします。かぶくんおはようございます。羽生さんから面縮へお知らせがありました。内容は言えませんが、今日の21時頃に映像公開だそうです。うん。素敵なクリスマスプレゼントになりそうですね。今から楽しみに回したいと思います。かぶくんいつもありがとうございます。ちょっと今日も皆さん忙しいですよ。ね。はにくんだけのファンの方は、羽生ゅうくんね、集中できますけども、あの、フィギュアファンの方は、ちょっと、羽生ゅくんの面プに行ったりとか、ね、全日本見たりとか、すごい忙しい一日で。 ね、クリスマスマプレゼントです、ねうん、あ、これはムイピーさんから7時間前ですが、速報ですかね。あ、速報ですね。あ、速報かなうん。あさっての話にかぶってますね。羽生君から、X と YouTube でお知らせがありました。本日12月24日21時からですね。 9ヶ,月 9, 9ヶ月ぶりに動画は一般公開されます。うん。ゴリアテとアクアの旅路の2本、単独公開後、リプレイの前半と後半のテーマを表現をしていますとありましたえ。そして、世界中の紛争や様々な形の不幸や苦しみが一個がも早く収束していくことを祈り続けますと、羽生くんからメッセージもありました。うん。メンバー限定動画からですね、一般公開になるのは初めてです。 羽生くんにも少し緊張や不安があるようですが、素晴らしい反響があることは間違いなしです。羽生くんからは、皆様へのエステティなクリスマスプレゼントですね。一般の方から、喜びと称賛の声が大きくて、広がって羽生くんに届き、羽生くんへの素テティなクリスマスプレゼントになったらいいな。うん。逆にね、あの、プレゼントを皆さんから羽生くんへっていうね。うん。メンバー動画か,からですね、一般効果になるということなんですね。世界中の紛争だったり、そういった苦しみ、戦争ですよね。 あのやっぱり祈り、やっぱリプレイの中でもね、それを語ってね、あのメッセージありますけども、改めてね、羽生さん、メッセージがあるということなんで、うん。ゆうまま様、こんにちは。羽生君からのクリスマスプレゼントは、ファンだけでなくて、すべての皆様にですね、うん。一般の動画だから、歌舞伎もぜひ見てください。すごいよ。それにしても、一番辛い思いをしたのは羽生君。なのに、僕には何もできませんが、え世界中の紛争や、 さまざまな形や不幸の苦しみが一刻も早く収束していくことを祈り続けまして、あまりにも心は綺麗すぎて泣きそう。きっと彼の魂は私たちよりも一段、一段階上の、上のレベルなんだろうね。うん。羽生くんの思いが、この素晴らしいプログラムとともにえ、少しでも多くの方に届きますように。ね。いや、ほんとなんかその魂、多分一段上なんでしょうね、きっとね。ほんとこう、なんだろう。 もう神様なんじゃないかそんな気もしちゃいますよ。羽生君見てると。なんかこう、なんていうのかな。ねうん。なんか守護神にも見えますよね。うん。皆さんを守ってくれるような。ねうん。レモンミカンさんどうもです。羽生さんの面シップにコメントしてきちゃった。アクアジャア,クアジャーニン。水のさまざまな表現。飛沫、雨、えー、霜、雪、森から下り落ちる水滴。思、えー、いと祈りを込めて。 ジャンプももはやステップシークエンス。飛び跳ねて光っている水のもんでした。キラキラ。うん。越かなだから、この一年でますます進化され、以前はどっかを暗い空気をまとっていたように見たんですが、えー、すっかり風速されて一つの殻が破れ、真に力強いオーラを感じる29歳におなりになった羽生結弦さんという感想です。えー、文章が長がい。彼は天上界より上のエネルギー体。わざわざ外界に降りてきてくださってるんです。うーん。 かたしげない、かたしげない。えこやのクリスマスイブに一般国会プレゼント攻撃ですね。ねでもさっきの家ママ様のコメントにもありましたけど、やっぱエネルギーが一番一段階上なんでしょうかね。神様なんですかね。なんかちょっとこう展開のなんか、展開のシナトっていう感じがしますよ。なんか、うん。守護神展開のシナトっていうね、感じがしますね。195T さんどうもです。カブくんこんにちは。 昨夜全日本の激闘で頭がぼーっとしたま,ま YouTube を開くと、波乳くの名プ動画が上がっていて、またまたクラクラしてしまいました。だから忙しいんですよ、本当に。すごいですよ、皆さん。もう本当、今夜はなんて豪華なフィギュアまみれな夜なんだと思いました。うん。 えー、混乱したまま、頭の整理もしつつ、じっくりと干渉しました。それはもう素晴らしいところでしたが、今思い返すと、やはり頭の中はぐちゃぐちゃなものだったようで、気、え、力、ー、は曖昧なんで、しっかり見つけ直したいと思います。そして全日本の航空、サミやラナまま、同じ夜に動画上がったことで、よかない妄想をしてしまいました。現状のキレキレ羽生さんくんがもし、今夜の全日本に出場してたら、そして最終グループの選手たちと同じように、演技をかましてたら、 圧倒的に優勝していただろうなと。もちろん失敗することもあり得るし、穴にはまることもあり得るし、本当に私の妄想なんかのたらればなんですが、どうか気流してくださいね。今夜の動画の、もう、またまた頭が混乱状態で、感想することないそうですが、めちゃめちゃ楽しみです。うん。いや、今夜女子も、女子のフリーもありますからね。羽生君が、もしもね、全日本に出ていたらって、これはね、あの、よからぬ妄想、僕もしてますからね。うん。 そう、僕もね、しちゃうんですよ。ねえ。そう。これ、よからぬ、そう、あの妄想なんですよね。うん。 テラさんどうもです。株舞の皆様メリークリスマスイブです。きっとやっと遅ギフトイフォ本が届き、クランプ様の絵、えーえー、と羽生選手の言葉が集まるですね、えー。世界が美しく切なくて涙。今日は羽生選手からですね、クリスマスプレゼント、掘り当て赤の旅の一般公開ですね。えー、羽生選手のドキ,ドキとワクワクがわってくるメッセージ。作,作品を世に出すときはこんな気持ちなんだなと。 うんえー、大切そうでた我が子の独り立ちを見送るような気持ちでしょうか。それほど情熱を込めて作った作品を見ていただきたい。で私たちは幸せですね。今夜21時、世界中の人々と、えー、この素晴らしい作品を見て感動を分かち合いたいですね。うん。世界中、これ YouTube ですが、世界中へ一般公開ですかすごいね、楽しみですよね。うん。はい。というわけで、あのクリスマスイブにテラさんは、ギフト絵ンが届きましたということで、ね、クリスマスイブですけどね。 は、うん、<laughs> はい猫宮さんんどうもですこんにちは仕事が休みの日はもう少しコメントできると思ったんですが逆でしたえ仕事がある日は時間が決まっていてやりやすいのかもしれませんねうん逆にこうなんか休みだと思っちゃうとなんかこうね リラックスしちゃいますからね。ユーリオン・マイスの音楽の話題です。この曲にしたエテレナピアノ音楽で私は大好きです。旋回するような音のフレーズが入ってたり、ここでジャンプみたいなの音だけでも想像ができて、エフィリアのための曲という感じがします。作曲が梅林太郎氏という方なんですが、梅林もしかして気づかれた方いらっしゃいますよね。うん えっと、調べてみたところ、映画、御名師の音楽担当、作曲者の梅林氏、えー、梅林氏のご長男が梅林太郎氏ということが分かりました。うん。なんていうことでしょう。ゆずくんを好きになった私が、いまだに有利オンエースを好んで聞くわけやん。あそういったつながりがあったんですね。これ、皆さん知ってましたかねえ、御師ってことは、生命、だよね。あ、これ、つながってるんですね。 うん、さあ、もう何が言いたいか分かりですよね。ピョンチャンオリンピックの須崎さんの、え須崎と木原隆一君ペアがショートで使われていたあの楽曲、u l y オン e イ e s 同じくピョンチャンオリンピック男子シングルで、水く君が66年ぶりの2連覇を決められました。フリースケーティングの楽曲、「生命」。 そ2つの楽曲の原曲の作曲者が親子ということです。えっと待って、これ皆さんすごいですね。クラシック以外で同じ大会で使われたし作曲の作曲,作曲者がですね、親子って今までどれくらいあったんでしょうかしかもオリンピックです。そう考えれば、そのこと自体もすごいことに感じますよ。うん、有利の音楽担当である梅林太郎と松,松柴氏ですね。松芝拓司。 彼らがティーン・藤岡氏の歌うヒストリーメーカーもディーン氏と共に作曲されているんですが、えー、今年のファンタジーを思わせ使われましたね。こちらでもつながりました、うん。ここからは音楽以外の話もします。アニメのユーリ・タカヤマ氏もお好きでしたいらっしゃったんだとか、ユズクファンとしておなじみのハニー・ユズレは助走をしないなどの著走からですね。ここでもつながりました。彼らが アニメ、ユーリ好きだったかといっても、別に彼はユズんアンチじゃないですよね。どうやらプルさんもご覧になったのようです、うん。この作品好きイコルアンチってわけでもないでしょう。私はいくら坊主が憎くても、今朝まで憎くはないなと思いますと。ねお。でも、あの猫宮様のこのコメント、皆さんご存知でしたかねなんかいろいろつながってますね。あの、ね、生命と、あの有利お前す、ユーリオマエ いうとこうそういった意味でもこう親子作曲者が親子なんですね。なるほど、これはなかなかちょっとあの初めてでしたね。うん。